タイトルとして、転写制御データ基盤のために、シスエレメントデータベースの開発ということで、今、開発しようとしているものについての説明になります。ファントムから派生したものではあるんですけども、現在の計画、ちょっとものがあるわけではまだないんですけど、計画のところをお話ししたいと思います。私、理化学研究所、生命科学研究センター、生命科学大容量データ技術研究チームの粕川と申します。よろしくお願いいたします。で、まず私が何者かというところからごく簡単に説明しますと、バックグラウンドとしては、一応情報科学の方で、もともとデータベースとかやってました。データ工学とかの方やってました。で、その後、途中からいわゆるバイオインテックスのところを始めまして、主に例えば機能アノテーション解析、機能アノテーションつける付与とかそういうところの解析だったり、遺伝子発現解析だったり、転写制御の解析みたいなことを、今、これまでもしくは今やっています。で、大体まあこんな感じのことをやってまして、よく見るとファントムだったり、遺伝子発現解析だったりみたいなことを、メインにやってきました。で、もうちょっと、今回の、お話をする上での背景として、これまでどういうことをやってきたかというところを簡単に説明したいと思います。で、1つ目がファントムと呼ばれているプロジェクト、ファントムプロジェクトと呼ばれているものでして、まあ、いろいろファントム1からファントム、現在6まで進行している、現在進行中のファントム6まであるんですが、ターゲットちょっといろいろ変わってはいるんですけども、共通点としては特に転写とか RNA というのを中心に、哺乳類ゲノムの、機能解明を目的としたもので、研究プロジェクトで特に国際共同研究としてやられています。で、スタートは2000年。2000年の4月、5月くらいのところからスタートしまして、今までやってきたこととしては、ファントム123で、マウスの CDNA コレクションというのを、理研の林崎先生のところで、マウスエンサイクロペディアとして収集されていました。マウスの完全長 CDNA ですね。それの機能アノテーション。ちょっとなんか字が、ひらがな入ってすみません。が、機能アノテーションってこと。要は、どういう機能、遺伝子、どういう機能の、CDNA なのかってことを、つけて、情報として付与していく。ということを大規模でやるというファントム123と、あと、河内さんの方で説明ありました、ケージ法というのがあるんですけど、これを使って、大規模に、読んでみて、いろいろ、ゲノム上の転写開始点だったり、転写制御というところを見ていこうというと、解析をやってきたのがファントム3以降になります。で、今やってるファントム6は特にノンコーディング RNA とかの RNA の、機能解析ということを中心に、現在も行われています。で、ここファントム5ですけど、すでに2回ほど説明されてますので、もう簡単でいいかと思うんですけれども、最終的に約3000サンプルのトランスクリプトームのデータ、人がその1800、使ったと思うんですけど、それぐらいの、トランスクリプトのデータを、取得しまして、特にプロモーターとかを中心にプロモーターアトラスというものを作成していきました。で、他にもプロモーターであったり、先ほど言った方法で到底するエンハンサーだったり、ロングノンコーディング RNA だったり、マイクロ RNA といったものについての情報が、アトラスとしてはまとめられたプロジェクトになります。で、その中の掲示の方法、これもちょっともう2回目か3回目だとは思うんですけれども、コア技術としまして使われているものは掲示法、ギャップアナリシス、オブジンエクスプレッションだとかの、言われている方法で、これはもう5ダッシュターンを大規模に決定して、それをマッピングすることで、ゲノム上の転写開始点というのものを場所とその、活性量と同時に見ようという、方法になります。で、その中で、まあ、もともと転写回線だけだったんですけれども、解析をしてみますと、いわゆるエンハンサーという領域から、特にエンハンサーが活性があるときに、その両端からエンハンス RNA という、すごい微量の RNA が転写されているということが知られてまして、これの転写回線も掲示法で到底ができるということが見出されまして、要は各いろんなサンプルの掲示のデータを使っていろんなサンプル組織とか、細胞の、エンハンサー、活性のあるエンハンサー領域というのを同定しました。で、こういったことも、掲示法でできるってことが分かりました。なので、エンハンサーのアトラスというのも、この方法をもとに、同定されています。で、次に、ちょっと、そこから発生したプロジェクトというのをいくつかやってまして、一つが、レフ TSS という、こちらで呼んでいるプロジェクトになります。
これ、何かというと、転写開始点の、リファレンスセットっていうのを作ろうと。転写制御の方に注目しますと、例えば、こう、よくある例ですけど、ある転写開始点から RNA が転写されるんですけども、これ、そこ、どの場所からどれぐらい活性が、転写が起こるかっていうのは、例えば前後に結合した転写因子だったり、エンハンサーって呼ばれている領域から、リモートで、遠隔に作用するの。転写因子がこうエンハンサーだったり、サイレンサーという形で、いうもの、ごめんなさい、エンハンサーというところにバインドした転写因子が、遠隔で作用することで、最終的な転写、開始する場所と活性が決まるんですけれども、これをこれに関して例えば情報を集めたりとかデータ解析をしようとしたときに、転写か、あの、よく見ると、転写の制御に関わるものが転写開始点を決めて、転写開始点から転写が出るわけなので、すべて一箇所転写開始点というところに集約されるんじゃないかということで、転写制御のデータを統合しようというときに、転写開始点というもの、なんかリファレンスになる転写開始点というものを作って、そこに向けてデータを統合していけばいいんじゃないかというふうに考えまして、そのリファレンスセット。じゃあ、そういうリファレンスセットあるかというと、実は今まではあんまりちゃんとしたものがなかったので、じゃあ作りましょう。要は、ゲノム中のここが転写開始点のリファレンスですよというところの場所を決めて、そこにいっぱいアノテーションをつけていこうということをやる、プロジェクトを動かしました。始めました。で、現在3.3と呼ばれているバージョンが、を公開してまして、Phantom 5のデータを含めていろんな外部の、5ダッシュ単を決めるプロジェクト、とかって、プロモーター領域を決める、データセットとかデータベースがあるので、これを統合して最終的なリファレンスセットというのを構築しています。で、数としましては大体これぐらいで、人で22万5000箇所ぐらい、マウスで17万3000箇所ぐらいの、リファレンスとなる、TSS 領域というのを、同定しています。で、現在、このデータにつきましては既に公開していまして、またウェブインターフェース、検索用のウェブインターフェースとか、アノテーション、追加のアノテーションデータというのを同時に公開しています。ただちょっとこれ、見た目がすごい素人っぽい感じなっていうのもあるので、現在インターフェース改良しております。で、ちょっと URL 書き忘れたんですけど、leftss.likeno.jp という形の、場所で公開をしています。で、現在4.0というのを構築しようとしています。ラボの森岡さんが中心に、今、現在4.0のデータを作っているところになります。で、3つ目のプロジェクト、SC ポータレンというデータベースのお話ですけど、これちょっと転写制御が少し変わずれるんですけど、1細胞データ、特に1細胞 RNA セックのデータを、そのデータ取った後にさらに再利用できる、より再利用しやすくすることを目指したデータベースになります。SC ポータレン。で、具体的には公共の1細胞 RNA セック、公開されている1細胞 RNA セックのデータを集めてきます。で、それを再処理します。で、再処理としてはメタデータを中で、結構欠け出たりとか、あとはセルオントロジーとオントロジータームを付与したりすることで、メタデータの充実化をしたり、もしさらに、このいろんなシングルセルのデータ、いろんな解析をパイプライン、データ処理パイプラインがあるんですけど、それを統一的な方法でやると。で、さらにちゃんと全部に対して品質評価の結果を計算して付与することをやることで、ある程度データセット間のばらつきをなくすというか、データセットごとに同じような情報が得られるような形に再処理して提供するというデータベースを構築しています。で、これぐらいの今データセットが、利用可能になっています。およそ2万細胞分の人と、4万6000本個くらいのマウスのデータ、23データセットになっています。ちょっと今現在、一旦止まってたりしてたので、ですから今再開して、今、裏でデータセットいろいろ作成をしているところになります。で、こういうところを、今までやってまして、それを踏まえて、統合的転写データ基盤っていうプロジェクトを、今、スタートしました。で、今回はこれをメインにちょっとご説明したいと思います。で、これ、2022年度の NBDC の統合化推進プログラムに採択された課題になります。で、えっとも、まあ、
プログラムとしては統合的転写制御データ基盤っていうのを構築すると。で、具体的には、中は2つ、実際は中は2つのデータベースで構成されてまして、1つが、我々が作成するシスエレメントデータベースと、もう1個が、皆さんよくご存知かと思うんですけど、ジップアトラスというデータベースがあります。で、この2つのデータベースが協力することで、特にシスエレメント側をシスエレメントデータベースで、トランス因子、いわゆる転写因子とか、エピゲノムのあたりのデータをチップアトラスの方で、集めまして、それらをまとめることで、転写制御に関わる統合的なデータをと集めてくると。統合的データを集めてくる。で、それを使えるようにしようということが、というのが、このプログラムの目的になります。この課題の目的になります。ちょっと説明しちゃいましたけど、転写制御に関わるシスエレメント、トランス因子、エピゲノムの情報を集約したデータ基盤を目指します。で、すでに存在しているチップアトラスと CRE データベース、シスエレメントデータベースで構成されまして、データを、各々分担して、それを1個にまとめて、で、各々の、にあった、例えばトランス因子に注目したインターフェースは、チップアトラス側にあったり、シスエレメントに注目したインターフェースをシスエレメントデータベース側で作ったりすることで、いろんなインターフェースでこのデータがアクセスできるようにしましょうということを目指し、最終的に目指す予定になっています。で、メンバーとしましては、私が代表になってまして、シスエレメント側は、先ほどの説明されてました川地さんと、あと、理研の BRC、バイオリソースセンターのところにおられます、マスヤスさんという方と3人で協力して行うと。で、チップアトラス側は皆さんよくご存知かもしれません。沖先生の方でやられると。で、4名協力しながら進めるという形になっております。で、今回ですけども、そのうちにシスエレメントデータベース側の、説明をしたいと思います。で、チパトラス側は多分、沖先生に呼んで、また改めて呼んでいただいて説明してもらう方がいいかなと思うので、今回私の方はシスエレメントデータベースの説明したいと思います。で、一応目標としまして、今年度アルファ版を作ろうとしています。できれば公開したいと思っています。で、まずシスエレメントデータベースの背景のところですけども、よく出てきましたシスエレメントっていうのは結局なんだっていうことを、まずは簡単にサマライズしたいと思います。で、シスエレメントっていうのは、ゲノム中に存在する遺伝子発現の調節に関わるゲノム領域のことを、言います。シスエレメント、英語ではシスレギュラトリーエレメントとか CRE で書くんですけど、なんか日本語だとなぜかシスが R の部分でシスエレメントっていうんですけれども、そういう領域のことをシスエレメントと言います。で、代表的なものが、プロモーターだったり、エンハンサーだったり、あとサイレンサーとか、遺伝子の領域とは別に、外にある非コード領域にあるものを、一般的に指します。で、このシスエレメントの特徴としましては、特にエンハンサーとかがそうなんですけど、細胞種ごとに結構特異的な発現、要するに細胞種、この細胞種ではこのエンハンサーが、活性が上がるんだけども、違う細胞では全然違うエンハンサーが、の活性が上がると、同じ遺伝子でも変わったりするということが、よく知られています。で、さらに、病原系に関係する多型とか変異が、このエンハンサー中に実は進出すると、ここら辺に演出しているということも、知られています。で、ただ、こういうシスエレメント非常に重要なんですけれども、残念ながら全貌解明というところまではまだと言ってません。で、いろんな人がいろんなふうにアプローチで、同定したりとか、情報集約したりしてるんですけど、まだ全貌解明というところまでは行ってないと。で、じゃあ何をもって全貌解明と言えるかなというところを、考えますと、おそらく3つぐらいのことが最低限できれば、全貌解明に近い状態かなということが言えるかなと考えています。で、一つが、まず性的な情報とします。シスエレメントの性的な情報として、どこにシスエレメントがあるかといった情報。で、二つ目が動的な情報としまして、各細胞種だったり、細胞の状態だったりに応じて、どのシスエレメントに活性がどれぐらいあるかっていうところが分かれば、っていう情報が必要になるか。で、最後に、このシスエレメントの論理的な情報として、ある多型があったときに、その多型によって、転写制御活性がどう変わるのかっていうところが分かれば、そのシスエレメントの、作用みたいなところ、論理的な関係みたいなところが見えるかなということになるかなと思います。で、ただ残念ながら、これら3つが全て網羅されているようなデータベースっていうのはまだ存在しません。1個2個あったとしても、全てがちゃんと網羅されているものっていうのはまだない。残念ながらありません。ということで、我々の方でシスエレメントデータベースとしまして、この3つがちゃんと入ったデータベースっていうのを作っていこうと。
質エレメントの1、細胞ごとの状態、で、さらに、どのた、さい、あの、ごめんなさい、質エレメントとかに関与する多系の情報というところを集めていこうということを、プロジェクトとして、スタートしました。で、おのおのどうやっていこうかなってことをちょっと、簡単にご説明したいと思います。まず、質エレメント1の同定です。で、1を同定する方法というのはいくつかあります。で、一つ、多分こっちの方が一般的だと思うんですけども、クロマチン情報の状態の情報を使うという方法で、特にエンコードなんかはまさにこの方法でやられてまして、例えば DNS、転写因子、ヒストンメチル化の各、いろんなヒストンメチル化したヒストンを、抗体でターゲットとしてチップをやる、ヒストンメチル化チップのものだったり、例えば DNS1 とかアタックセックとか、クロマチンが空いている領域を同定するような方法を組み合わせて、エンハンサー領域だったり、プロモーター領域というのを同定するという方法が、多分おそらく一般的かなと思います。で、もう一個が転写情報を使うということで、これも2回目、3回目ぐらいかもしれませんけれども、例えばエンハンサー領域というのに注目すると、そのエンハンサー領域の、両端から、カスナルエンハンサー領域の両端から、エンハンサー RNA と呼ばれている、微量の RNA が転写されているということが知られてますので、これを捕まえることで、活性のあるエンハンサー領域というのを見つけることができると。また、プロモーターはもう、転写開始点とか、そういった情報から見つけることができると。で、それぞれに利点欠点があるかなと思います。クロマチン情報ベースの場合は、感度が高い。どちらかというとたくさん見つかる。で、一方で、説明、あの、ご、すぐ気づかつくと思うんですけども、チップセック、アタックセックとか、フェアセックとか、いろんな、チップセックにしてもいろんな、種類の、メチル化状態のヒストンをターゲットとしたチップセックという形で、一つ、同定するのに複数のシーケンス実験が必要というところが、ちょっと、弱点なところがあるかなと思います。で、一方、転写ベースの場合は、実験一つ、今回だと、ケージ法を、例えば走らせると、質エレメントの同定で、さらに発現量までは分かるので、実験自体は少なくて済むと。で、さらに、ケージ法は、1細胞でもできますし、ケージ法じゃないんですけど、10X ジノミクスのプロトコルに5ダッシュ単を読むというプロトコルもありますので、こういうのを使うと、1細胞レベルでも可能と。ただ、一方、感度の方は、クロマチン情報ベースのものほどは取れない。というところが、若干弱点があります。で、じゃあ、どれを使うかなんですけれども、ちょっと、感度の問題は、データ処理でももしかしたら解決できるところもあるかもしれないというのもありますし、やっぱデータとして簡単に取れる方がいいかなということで、まずは、転写情報の方を中心に、転写情報から、質エレメントの領域を同定する方法を使って、質エレメントの、まずは場所の決定をしようというふうに考えています。クロマチン情報は、クロマチン情報でエビデンスとしてはすごい重要なエビデンスになりますので、こういうのはエビデンス的に使う、サポート、もしくはエビデンス的に使うという方法がまずはいいかなということで、これで進めようと考えています。で、次に、活性の測定ですけれども、質エレメントの位置のリファレンスが決まった後にどうするかっていうところなんですけど、これは2種類の、RNA-Seq か、ケージか を、バルクのものと、普通はバルクのものを使う、ファントム5とかまさにそれなんですけど、バルクのケージだと思うんですけども、に加えまして、ちょっとシングルセルのデータもちょっと活用しようかなと思っています。で、シングルセルのデータ、実際はこの中にいろんな細胞種が中に入ってますので、それをクラスタリングして分けた後、分けたクラスターごとに活性を見るということで、バルクでは、だけでは見られないような、新しい細胞種レベルの、活性、シスエレメントの活性というデータが得られるんじゃないかというふうに考えています。で、ちょっと説明しましたけれども、1細胞のデータをクラスタリングして、クラスターごとに、質エレメントの活性データを作ると考えています。で、そのための方法、すごいキースニーダの、
いろいろメジャーなところはあるんですけど、ちょっと試してみたいなと思っている方法があります。これ、ちょっと宣伝も兼ねているところあるんですけれども、反対のタンパク系のところで、岡田先生のラボに、飯田さんって方がおられまして、この飯田さんって方が、作成された方法になります。で、ちょっとスライドはもう完全に飯田さんからお借りしました。で、これ、アシュラって呼ばれている方法でして、1細胞のトランスクリプトムデータを、機能を加味した上でクラスタリングしようということになります。で、通称のクラスタリングはもう遺伝子独立のものとして、その遺伝子の発現情報を使って細胞のクラスターというのを作るんですけども、これはちょっと1段階の機能の情報っていうのにまとめ直してる。遺伝子ごとの発現を機能ごとの発現に、1回まとめて、中でサインって呼んでる、考え方を入れてるんですけど、サインというものに、一旦変換した上で、これをクラスタリングするということで、ある程度機能の情報をベースとした細胞のクラスターが出来上がるということで、特に細胞、新しい細胞、なんか細胞種ごとに分けるときに、必ずしも遺伝子レベルがいいのかっていうところもあって、で、やっぱりある程度細胞種ってことは機能が違うはずなので、こう、機能を加味したクラスタリングっていうのができると、実はちょっともうちょっとより、データが作れるんじゃないかということをちょっと検討しています。ちなみにこの方法ですけども、ついこの間論文もで発表されまして、バイオインフォマティクスからなんかに、ね、発表されてまして、ツールもバイオコンダクターのフォークに今入ってて使うことができます。興味ある方はぜひ試してみたり、飯田さんにちょっとコンタクトしてみてください。分からなかったら私経由でも大丈夫なので、もし興味がありましたら、言っていただければと思います。空間トランスクリプトのデータでも、なんかこう、異常部位、異常な細胞というのを見つけられたっていう結果も得られているそうなので、興味ある方は試してみてください。で、今回の実践エレメントの活性を見るための、細胞種の同定のところでもちょっと使えるんじゃないかというふうに今考えています。で、最後、竹ですけれども、ちょっとこれ、絵が美人で僕もちゃんと説明できるか若干不安なんですけれども、これ、実例で実際に質性エレメント領域の中に、ちゃん、あの、変異があったとか、その変異があった、G バスのブロックがあったっていう例を2つほど、お示ししてるんですけども、遺伝子があって、そのエンハンス RNA で囲まれた、領域っていうのがあって、ここを見ると、変異があったと、直接変異というよりかは、同じ LD ブロックっていう、連鎖不平行領域があって、これがフェノタイプと、結びついている連鎖不平行領域があって、そこにエンハンサーがあったと。その領域内にエンハンサーがあったということで、これ、何が言えるかというと、このエンハンサーが実はこの辺の、疾患に関わるということを示唆できるデータになるんですけども、そういったものが、することができると。同じように、これも、エンハンサーが、中に変異があった例で、こういう、ある種の疾患に関係する、LD ブロックとか、そういう直接の変異が見つかるということで、そのエンハンサーがあると、疾患上とか、いわゆるフェノタイプ、疾患とかいうフェノタイプとエンハンサーの結びつきができて、かつ、なんかちょっと、もしかしたら本当に関係があるというか、実際にそういうのに作用しているエンハンサーの効果ということが取れる。ことが、考えられます。で、それをやるために、ちょっとここすごい模式的な図で、ほんまにどうなんだっていう話があるんですけど、姿勢エレメントと、例えば連鎖不平行、LD リンクとかハプロレグっていうリポジトリがあるので、こういうところのデータを使って、姿勢エレメントと L が、どの LD ブロックに入ってるかといった情報とか、例えば疾患関係に関わる SNP とか G バスの情報を使って、姿勢エレメントの対応付けをするということを、できたらということを考えています。で、これを踏まえてデータベースの構築をしようと思っています。で、これはちょっとすごいラフな絵ですけども、バルクの脱脂酸配列、実細胞遺伝子発現データとか、あとゲノムのバリエーションデータっていうのをうまく使って、システムエレメントのリファレンスになる位置情報で、活性情報、変異情報っていうのを集めようと。で、またさらに外部のデータベースと連携させて、最終的なデータベースにしようということを計画しています。で、これは予定で5年間どうやっていくかという予定でして、まずはアルファ版をこの例に出したいなと考えています。で、さらに、データを増やしていって、ベータ版で、2024年に一応完成版みたいなのを出して、そこをアップデートして、2年かけてアップデートして、5回ぐらいリリースできればなということを考えています。ちょっと書きやすかったんですけど、まとめとしましては、NVDC の統合化推進プログラムで、姿勢エレメント、トランス因子、エピジェノム、
の情報からなる統合的転写制御データ基盤の構築っていうのを、始めました。で、内容としては既存のチップアトラスを拡張するものと、加えて新規のシスエレメントデータベースというのを構築して、2つをまとめて、統合的統合転写制御データ基盤として、作ろうということを考えています。で、新規。で、そのうちのシスエレメントデータベースでは、静的な情報としてのシスエレメントの位置情報、動的な情報としての活性情報、論理的な情報としての変異のとの関連情報っていうのを集約を集める予定です。で、今年度版の公開を目指しています。で、私の方はすごい、切羽詰まってまして、新規メンバー募集中です。研究員1名、テクニカルスタッフ1名の枠があります。直接興味がなくても、興味が持ちそうな人に、お伝えしたり、基礎、この人興味があるんじゃないって口コミは、絶賛募集中ですので、もし何かありましたら、こっそりでもいいので教えてください。はい。一応、以上まとめで、最後、謝辞で、こういったメンバーの方に、今、実際にプロジェクトを回してもらったりとか、しています。こちらの方に感謝したいと思います。以上になります。ありがとうございます。あ、パスカさん、ありがとうございました。ます。反対の、飯田さんのアシュラは、はい。もう注目はしてて、バイオパッカソンで今度呼ぼうかなと思ってたんですそうなんですね。ぜひ読んであげてください。けど。はい。ちょっと面白そうだなと思ったんですけど、具体的にどういうことをやってるのかまで、詳細は分かってなかったです。非常に勉強になって。ぜひぜひ。お願いします。じゃあ何か、質問やコメントなどあれば、お願いします。ちょっとエンハンサーの情報を、僕のデータ解析で使おうかなと思って、いろいろ調べてて、ここら辺勉強したことあったんですけど、エンハンサー ADN っていうのは、双方向に転写されるっていうのはもう必ずそういうものなんですか？ですね、必ずしも双方向じゃないような気がしていますって変ですけど、最近いろんな人がいろんな解析をしていまして、例えばシングルセルで見たときに、じゃあこれが本当に全ての細胞で両側からきっちり出てるかというと、そういうことはなくて、出てるもの、出てないものもある確かなんですけど、片側しか出てないという普通にあるというか、両側が出る方が珍しいぐらいの方ということもあるらしいので、実際は片側になってるケースもあったりするかなと思います。で、片側しか出てないようなものも最終的には見ていかないといけないし、感度が負けてるというのは多分もしかしたらその辺可能性もあるかなっていうのはあります。高解像度で見ると片側だけど、バルクとかにすると両方。平均取ると両側になってるっていうケースもあるかなっていなるほど。そういうことう。なんです。ちょっと双方向のメカニズムがよく分かってなかったんで。だからランダムで片側しか出てないかもしれない。それをまとめると最終的に同じぐらいの両方向になってるっていう可能性もあるかなっていう気がします。よくわかりました。あと、シングルセル、アデンセックのデータとか、他の情報とこう統合するときに、ちょっと今の話もそうだったかもしれないですけど、高解像度なデータと、バドゥクのデータをこう合体するところが結構出てくると思うんですけど、そこでこう、解像度を揃えるところがちょっと大変じゃないかなと思ったんですけど。そうですね。だからいろんな解像度が混ざってしまうので、そこをちょっとどうするかは本当に、シーケンスのデプスでも全然結果が変わってくると思うので、本当はちょっとちゃんと考えないといけなくて、そこはちょっとどうするかは、データをちょっと集めてみて考える形ですかね。信頼度みたいなとか、範囲とか 出すのか、チップアトラスみたいに多数決みたいに取るのかは、いろんな方法あるかと思うんですけど、ちょっとそこは見て決めていく形ですかね。まずは、ある程度揃ってるデータセットから始めれば、クオリティは揃ってるんで、そこから始めてみて、どんどん増やしていく形かなと思います。もしくは直接比較させない人が
ていう方法があるかなと。そうですね。なんか TSSDB みたいなデータベースがありませんでしたっけ？ DBTSS ですね。あ、逆ですか。そちらのプロジェクトはまたよそがやってるとか。DBTSS はおそらく東大の、方で作られている方法で、あちらはあちらで取った TSSEC のデータをまとめたデータベースになっているかなと思います。だから、パブリックの集めているというよりかは、独自で取ったデータをまとめて公開しているデータだ。まあ、最近変わったら申し訳わからないんですけど。なるほど。そういうデータベースだったと思う。だからオリジナルデータを持ってるデータベース。一次データベース的なところかTSS のディファレンス化っていうことではないんですね。な。こっちですね。FTSS の方ですよね。なのあで、実際は DBTSS からデータ取ってて、あ。はい。ああ、そうです。なるほど。統合元のデータベースとして使わせていただいています。これはディファレンスがあると、結構アデンセックとか、エピゲノムのデータとか、同時に解析するとかですごい、助かるので、ぜひよろしくお願いします。ぜひ使って 試してみてもらえればと思います。いや、なんかそうですね、結構シングルセル、で、シングルセルアデンセックのデータを取って、で、シングルセルアタックセックのデータを取るみたいなよくやるんですけど、1個の細胞で両方取るわけじゃなくて、なんか同じサンプルだけど、なんかバッチが違う感じでこう、データ取るので、なんかこう、細胞というところでつながりがあるわけでもないので、この両者を関連付けるのが結構難しくて。で、よくやるのが、なんだ、なんか距離が近い、TSS と、アタックのゲノム領域はこう、同じだろうというかこう関連付けて、なんかそれでこう、次元を揃えて、その後の解析やるんですけど、あんまり根拠があるような、ないような。そうですね。今でも 10X で多分同時に見るプロトコルっていうのが出たような気がするので、アタックと RNSX を同時にやる。だから本当に同じ細胞から取れる方法があるので、それを頑張るか、今のデータで頑張ってやるかっていうところになりますかね。そうですね。まあ、でもなんかこういう、なんかバイオロジーの根拠がある、その関係性のデータベースがあれば、そうですね。だから、つ特なにもうエンハンサーとどの遺伝子対応付けるだけで結構な 課題だったりしますよね。だからそこを本当にうまく解決できると、そういった、まさにアタックと RNSX をつなぐとかはできるようになるかもしれないですね。エンハンサーと、遺伝子との、このつなぎ方っていうのは、どういうアプローチなんでしたっけ？いろんなアプローチ皆さんされていて、例えばもう単純に距離で行くって方法もありますし、発現の相関を見るっていうのファントム5とかでやってたのもまさにそれで、発現の相関を見る。いろんなクロスサンプルで、発現の相関を見るっていう方法もありますし、ちょっとハイシーの、見て、タットの同じブロックかどうかを見るっていう方法もあったり、なんか組み合わせたりみたいな形で、いろいろな人がいろんな方法でやってるかな。でも、これが、やれば確実っていうところまではまだ行ってないのかなっていうのがちょっと印象です。正解は難しいなっていう ところですね。それだけで一個のテーマになりそうだ。なかなか数が多いから、一個一個しらみつぶしに探せないっていう。っていうのもありますし、なんか必ずしも1対1ではなくて、多対1だったり、多と対だったりする可能性もあるので。そうですね。そこは多分一番難しい。難しいですそうですね。ね。
超遠距離もなくはないですしなね。くはないですしね。一応エンコードの論文とか読んでると、まあ、なんとなく5000ベースペアとか2000とか、そのくらいの距離感覚で。そうですね。大体それぐらいで、まあ、遠くだ、遠、本当に遠かったら、作用してもそんなに強く作用しないんじゃないかっていうのもあったりするかもしれないので、どっかでバッサリ切っちゃうっていうのは、もちろん、方法なのかもしれないですね。本当にちょっと、厳密にやろうとしたら、決める方法が ちゃんとあるのかっていうところもあるので、いや、僕も論文読み漁ってたんですけど、もう全然人によって言うことが。でも全然違うし、カットオフも人によって全然違ってて、じゃあ根拠あるのかって言われるとどうなんだってところはありますね。エイヤでやってる方が多いかもしれ まあ、ユーザーの目的に合わせてそこはいろいろ選べるっていうのがいいのそうかも。ですね。ありがとうございます。あと何か、質問とか、コメントとか、ありますかね。すいません。はい。後藤です。大阪大学の後藤と言います。どうも、お久しぶりです。ご無沙汰しております。すいません。これは、転写因子の、結合サイトとかも、データベースに含まれてますか？そっちはおそらくチップアトラスの方で結構やられてるかなと思うので、チップアトラスとつなぐっていうのも当然やる。予定になってますので、まあ、そういうところで、まあ、間接的につながって、情報として得られるようになるかなというふうに思います。ありがとうございます。アトラスの方で、こう、転写因子結合サイトとか集められてますので。生物種はどこまで対応する予定ですか？人とマウスと、ヒト哺乳類 っていう、人じゃない、ここに。骨じゃない、霊長類、ごめんなさい。ヒト、霊長類。非ヒトレージュ。なる人、ほど。マウスと、霊長類って人じゃないやつを何回もかというふうに考えています。あとは、これはもしかしたら川地さんに聞いた方がいいのかもしれないですけど、なんかケージと RNAseq は、まあ、ざっくり言うと、どういう違いというか使い分けをしていけばいいのか。使い分け。ケージのデータがあれば、それで遺伝子発現とか見れたりするので、改めて RNA-seq を取る必要はないかなというふうに思います。RNA-seq のデータだけあれば、遺伝子発現がわかるので、まあ、それで解析が進むのであれば、そのままでいいのか。わざわざケージを取る必要はない。ただまあ、もし先ほどおっしゃったような、アタックとつなげるとか、まあ、そういったことをしたい場合には、やはりケージみたいなのを使っておいた方が良い。で、まあ、プロトコルとしては、やはりその RNA-seq の方が広く使われていて、プロトコルとしても簡便なので、お手元でやるのであれば、多分 RNA-seq の方がイージーですよね。ただまあ、頑張って自分たちでやろうって、僕のラボでもやっていますし、それを自宅している会社さんもあったりするので、そこまで頑張ってやろうと思う方がいらっしゃれば、ケージを使うのが良さそう。そんな感じでしょうか。RNA の
頭の位置が正確に分かるっていうイメージですかね。そうですね、はい。のアデンセックよりも。はい、はい。要は、なんだ。アーレンシックだと本当にエクソンのプレゼンスアブセンスしか分からないと思うんですけれども、端が分かるっていうのはやはり重要かなというふうに思います。例えば、タタボックスとか転写回転の30ベース上にそのタタボックスがあったりすると思うんですけれども、あれ本当に気持ちよく決まります。なので、本当に一連機解像度って何回かお話してますけれども、今一つイメージ湧かないかもしれませんけれども、タタボックスの下流の33ベース目かなに本当に転写回転があって、そこからビシッと出ているので、そういうのは本当に気持ちよく見えますね。ただ、そういうタタボックスみたいなやつじゃなくて、ふわっとしか決まってない、転写回転がふわっとしか決まらないような転写因子の場合は、当然ふわっと決まってくるので、そういった、なんて言うんでしょう、転写開始の揺れみたいなところ、というのも掲示から見れたりするので、そういうところに燃える人はすごい面白いと思うんですけれども、まあ、とにかく、P53 が出てるか出てないかしか興味がないっていう人には全く面白くないかもしれないですね。ああ。まあ数字になっちゃったデータしか興味ないみたいな人もまあいるかもしれない。そうですね。割といわゆるシングルセルの人たちなんかはほぼシングルセルのマイクロアレイとして見てる人もいると思うんですけれども、やはり僕なんかもシングルセルの5プライムエンドのプロファイリングに興味があるんですけど、それはシングルセルでその正確な開始点っていうのを見たいなと思ったりするので、やはりなんて言いますか、どこに燃えるかっていうか、どういうことをやりたいかっていうことによって、なんて言いますか、選択肢が変わってくるのかなと思いますし、まあ、なんだ、逆に言うと、5ダッシュを取っておけば、ジェンエクスプレッションを見れるので、できるのであれば5ダッシュを取っておけばいいんじゃないかなと思いますけど。っていうのが、まあ、僕らなりのバイアスのかかった意見ですね。ああ、すごい、よくわかりました。ありがとうございます。ケージやってる人はケージやればいいやと思ってます、楽しい。